ヨッヘンブライケンは、ドイツの古代史教授である。専門は古代、ローマ。1926年9月3日、ジルト島、ベスターラントに生まれる。兵役を務め投獄された後、1947年、フリードリッヒ・ポールセン学校を卒業し、翌1948年から1954年まで、 フランクフルトのキール大学で、遅れていたギリシア語を牧師に習いながら、歴史学と古典文献学を学んだ。途中一学期だけ、フランクフルト大学で、マティアス・ゲルツァー、ヘルマン・シュトラスブルガーの教えを受け、後に同僚となって親密な関係を保った。1954年夏に博士号を取得。シアルフレッド・ホイスと共に、ゲッティンゲン大学へ移って、 女子を務めた。1956年から1年間、奨学金で地中海を回り、古代のコインを集め始める。1961年に、ゲッティン現代学哲学科の教授資格を取得した。彼は、テオドールモムゼンのやや独断的な部分を補強し、1955年の、論文出すボークストリビューナとデアクロシション、リパブリックでは、五民間が、 ハンニバル前後でその性格を一変したことを扱っており、その後も、共和世紀の自由について、研究を続けた。教授資格取得論文、セネタスジェリクト・ウンとケーザージェリクトでは、原種生時代の皇帝と元老院の関係について、研究し、その後は、キリスト教とコンスタンティヌス一世についてや、アテナイの民主主義についても、研究の幅を広げている。 1962年にはハンブルク大学で、1967年からはフランクフルト大学で、1977年にはシホイスの後を継いでゲッティンゲン大学で教授職に就いた。1978年からはゲッティンゲン科学アカデミーのメンバーでもある。控えめな性格で学内政治とは距離を置いていたが、学生との距離は近かった。 古代ギリシアから古代末期まで後半に抗議し、1975年に教科書として大バーファサングであるマションリパブリックを書き上げ、その後長年にわたって利用され、その間何度も肯定している。最終的にローマ市へと回帰した、彼は第二次三党政治以降の共和制の変容について研究し、アウグストゥスの伝記を書き上げた。 1991年には辞任したが、1999年まで講義を担当していた。ありがとうございます。